ようこそピーナッツ島へ。君とは初めましてかな。いい夢見れるといいね。確かに。自分で言って自分で納得する。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見の館へ。このまま眠りにつこうかな。眠ります。夢見の館って言ったけど館じゃないよね。はい、ピーナッツ島に到着。お、夕方だ、夕方。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、ピーナッツという島の夢を見ていらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、魅惑のピーナッツ島をご堪能くださいまし。ふぅ、あ、ウェルカム。いいね、いいね。かわいい。これ旗の色はピンクなんかな？夕方っていうことでちょっとね、夕日で色がよくわからないのだけれども。お、小人や。ちょっとびっくり顔の小人。あ、すごい。いいね、ここ。両脇に滝がある感じ。よき。ものすごく、よき。こっちか。なんかでも向こうにもちっちゃい。で、こっちに出るのか。あ、どうも。ロボ。ん？見ねえ顔だが、おめえ客人だな。まあ、ゆっくりしてってくれ、のな。実は、うちの島にも今ね、ん？なんかいっぱいある。狼系住人がめちゃくちゃいるんすよ。言うて3人やけど。なんなんやろ、これ。あ、置いた。いつも思うんやけどさ、なんで、置くっていう選択肢の方が上にあるんだ。開けるだろ。クッション。なぜクッションだったのだろうか。まあいいや。まあ、とりあえず。お、ここはちょっとしたカフェということかな。ね、綺麗な感じ。良きかな、良きかな。ここが一応、地図で見ると、ここやけん。ピーナッツ街道かな、ここが。綺麗。こういうさ、その街道って呼べるような、そういう感じの道が私の島にも欲しいなと思うんだよね。思うんですけどもね。あ、どうも。バネッサ。バネッサ、初めて見た気がする。あら、どちら様？見たことないってことは新人さんかしら。ま、そんなこと、夢の中ではどうでもいいんだけどね。だわよ。だわよ。おしゃれな格好をしてらっしゃいますね。とてつもなくおしゃれな格好をしてらっしゃいますね。ここアクセサリー屋さんってことかな。奥にはなんかちょっと荷物が、お店の荷物が置いてある。そしてポップコーンとか、あ、そしてここは絵を売ってるのか。絵を売ってるっていうか、ここで描いてくれやんかな。あ、なるほど。絵皿とかも作ってくれるってこと？素晴らしい。なんかそういうさ、街中とかで、絵描き寄る人とか、たまにね、こう観光地とか行ったら、おるけど、なかなか頼んだことないよね。みんなある？私、手相占いの人とかも街中におるんやけど、そういうのも全然せんタイプなんよね。あ、どうも。お、なんか結構日焼けしている。家は作ってないのよ。あ、そうそう。家の中はね、入ってもいいけど、作ってないですって。作ってないですって言った。あ、いいね、いいね。この辺は、サーフショップって感じかな？ね。よき。ん？ベルが置いてある。100ベル。メニューってあるけん、多分ここでコーヒーとかが頼めるのだと思う。きっと。おー、びっくり。あ、いいね。ここはやっぱり、この家の人の、お庭的な感じってことかな。あ、ここでもゆったりできるんじゃ、あ、街灯こんなところにも置けるんやね。なるほど、なるほど。こんなところにも設置できてしまうのか。いいっすね。海が見える家ってめっちゃいいね。なんかこう、家の中におってもさ、なんていうん？波の音とか、潮の匂いみたいな。花火ってさせるのか？浜辺に。そういう、あ、樽の上に、
樽の上に浮き輪とか置けるんや。てか、この浮き輪さ、私浜辺に置いとったら、動物が座っとって、座るものなんやってちょっとびっくりしとったんやけど、座るものやのに、樽の上とかに置けるんやね。へぇー、初めて知った。え、クマが天体観測中ということかしら、これは。なるほど。ここはね、ジュンくんのお家らしいよ。ジュンの家。おしゃれだな。こっちが眺められるの。あ、あそこにも人が歩きよった、今。ね。ちょいと待って。行きます。あ、待って。てか、こっち側まだ行けるんやね、よく。ほらほら。浜辺の休憩スペース。そっか、こっちからじゃ行けんかったわ。こんな感じで。はぁ、ゆったりと過ごす夕暮れ。雪かな。あ、そしてこっちが、小さな果樹園。なんかこれぐらいのサイズのめっちゃいいね。私もこういう感じの果樹園が作りたい。あ、管理人さんかな？どうも。どうもどうも。なんか鳥たちが見守っているけれど、こちらを。はい、そして、あ、どうも。いらっしゃいませ。どうもどうも。ここがね、一応丘の上のレストラン。おー。いい具合に。いやー、ケーキが美味しそうだわ。いいっすね。私チョコの方がいいかな。一応さ、いちごのショートケーキとか好きなんやけど、上は生クリームであってほしいけん。なんか多分これ、いちごのゼリー状のやつみたいなのかかっとるやん。だとしたら私は、チョコの方がいいです。知らんがなって感じやけど。きっと知らんがなって感じやと思うけれども。はい、そして、ん？あ、こっちの奥かな？お、こっちの奥に行くと、お、回転したばっかりということか。何かしらの友の会が。たぬき商店、今。つい最近オープンしたばっかりのようです。はい、そして、お、こっち側に行くと、ここで釣りが楽しめると、よきよき。ここが憩いの池。いいね。やっぱこういう水辺ってちょっと落ち着くよね。あ、肩車ってこんな感じで置けるんや。どう安定させとんやろ、これ。石に刺しとんかな。はい、そしてここ、なんかちっちゃい感じの、いいね、森の小さな隠れカフェ。ふぅー、滝を背後に。カフェって書いてる。なんでこんな下の方になんやろ。あ、上の部分はあれかな、もしかして今日のおすすめメニュー見ていて。蚊に刺された。え、夢の中でも蚊に刺されるんや。初めて知ったんですけど。あ、そしてなんか小さい小道があって、そこを抜けると、いいね、いいね。あ、なんか遠くの方に、見て、見える？風車？発電のやつ？ああいうのが見える風景もなんかめっちゃいいね。お、ここでギターを弾きながらのんびりと、やっぱみんな何かと海辺でのんびりしたがるっていう。いや、全然、良きっす。こっち側、あ、本とかも読めるんやね。あ、何気に小人がいた。今気づいたわ。お、見て見て、こっちにも、あ、サメがいる。狙われるよ、大丈夫か。大丈夫なのか、ここ。まあ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 。きっと大丈夫でしょう。みんな楽器大好きだな。やっぱ海とそういう感じの楽器って似合うよね。良きだよね。あ、ここがあれか。飛行場か。なるほど、なるほど。そしてここに細い道があって、あーいいね。この感じ。あ、こっち側に行ったらあれか。広場のところか。
え、どこだいこれは。え、でも多分ここさっきあったところよね。あ、なるほど。そこが広場なんやね。案内所前の。ほうほうほう。こっち側は？あ、そこ、こっち側飛行場やった。ウェルカム。そして、あ、ここ上上がれるやん。あー、いいね。すごいなんか、あったかーい感じがする。めちゃくちゃあったかい感じがするよ。良きかな、良きかな。はい、それじゃあ、ここ誰？ベーグル。なるほど。ってことは、ここがあれか。ちちちちちちちここがベーグルハウスで、この下のところが、ベーグルのピクニック広場と、さっき言った、ここ？このあたりがベーグルのピクニック広場と。いいね。みんなやっぱり、好きなキャラクターたちに、ちなんだ感じの、場所を作っているのね。ここ越えれる？あ、越えれた、すごい。飛び越えれた。プライベートビーチ的な感じやね、きっと。これからここにもなんか置いていくんかな。よし、そして。あ、ここがキャンプ場。あー、なんかいいな。いいな。私もこういう感じのキャンプ場にしたかったはずなんだけどもな。あれ？なんだか全然違うぞ？どういうことだ？あ、いいね。そうか、こういう感じで置けばいいのか。なんか、ちゃんとキャンプ場って感じ。めっちゃキャンプ場って感じ。そう、これなんよ。これが私のしたかったキャンプ場なんよ。お分かり？ちょっとあれは見た後でみんな私のキャンプ場に行ってみて。全然違うけん。でも目指してる場所はここなんだ。ここは鳥たちが行こっているのかな。いいっすね。あ、なんかこの空間好き。なんか庭がしっかりしてるね、ここは。ここはあれかい？ちょい、お、ここがちょいハウス。あー、いいなー。一人一人の庭をこんな感じでしていきたいっすね。お、洗濯物こんな話したところに釣ってて大丈夫？取られたりしない？ま、下は滝やけども。ほら、ちょっと女の子っぽいやん、服。この角度やったらちょっと着とる感じに見える。あ、ここに DIY の作業台があるよ、作業台が。ここが、ここがチョコハウス。チョコちゃんのお家。あ、夜券ってこと？これ。チョコミントみたいな感じの。あ、なるほど。そういう感じで、洗濯物まで、細かい。ここがチョコハウスと DIY 場ということで。あ、この辺はあれなんやね。住宅街っぽい感じ？もしかしてここも、服とか。服とか何気に考えているのかしら、こちらも。ここが、ペーターかな？ここがペーターのお家。あ、犬飼っとる。鹿が犬を飼うのか。なるほど。そして、その横が、チャスのお家。しかし、君はベーグルではないのかい？お見かけしない方ですけど、嘘からいらしたんですか？ここは夢のように素敵な島なんですよ。楽しんでいってくださいね。グー。グーグー。チャスのお家、やけど、この横に、なんだか、お茶をするスペースがあるわ。いいっすね。そして、チャスには似つかわしくない本が、本が並べられてあるのだけど。あれかな？ここは、ペーターとチャスの共用スペース的な感じ？そしてこっちに、小さなお花畑が。いいね。いろんな種類のお花が。いろんな種類っていうか、まあ、2種類。で、5色ずつって感じ？
ほうほうほう。いいね。やっぱピンクいいな、ピンク。このなんか、白もさ、夕暮れ時になったらちょっと、淡く染まっていい感じなんよね。お、なんか至る所に鳥がおるよね。自然を感じる。上はなんか、白い感じの洗濯物が。あ、でも微妙にチェック柄入ってる、あれ。よし、それじゃあ。あ、もしかしてこのはしごで登れ的な。できんかった。そっか、置かれてるからか。あれはきっと、ペーターとチャスが使う用のはしごなんやね。あ、急な和風な感じ。人の家かと思ったら違うんや。これ一番上が、ロボハウス。ロボハウスと DIY 場。結構なんかみんなの庭に DIY の作業台置いとんやね。それぞれ、なんか動物たちが作業できるように的な感じ？ロボハウス。なんか意外と近代的な感じなんかと思ったら和風な感じなんやね。なるほど。和風なロボも良き。あ、どうも。ネルソンさん。ようこそピーナッツ島へ。君とは初めましてかな。いい夢見れるといいね。確かに。自分で言って自分で納得する。お、なんかあっちの方に。見て、石が並んでるよ、石が。イエーイ。あ、こっち。は、おー、いいね、なんか。こういうスペースいいね。仲良くない？なんか特別なスペースみたいな感じ。よっ。ほっ。ふー、戻ってきたぜ。さあ、そして。橋を渡ったこちら側。なんかすごいおしゃれな感じ。で、こちら側が、ここがネルソンさんのお家。なるほど。やけんなんかちょっと、近くの橋を渡っていたの？なるほど、なるほど。そしてここがジャックのお家。お。ちょっとした休憩所。やっぱり島の至るところに休憩所を作るべきか。なんか地形とかってさ、どう変えていっていいんかがよくわからんねよね。なんか、困らん？あ！おー！みんな、この家とさ、庭先とのバランスみたいなめっちゃいい。ここがバネッサハウス。バネッサ。あの子めっちゃ優雅な感じした。ね、いいね。なんか狼系の女の子ってそういうの多くない？お？そして、みんな、浜辺の一番奥にはやたらと、海賊の財宝を。いいっすね。どこにも海賊はいるんだろう。お！見て、ワンテッド。めっちゃ、いいね、指名手配。指名手配書。ワンピースを思い出す。あ、一番上に、あれやん、なんやっけ。一番上に、あれ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 、アールパーカーズじゃなくて、アールパーカーズが出てきてしまう。服屋さんがある。服屋さんで落ち着いた、もう。ん？ここは、あ、来たところやね。なるほど、なるほど。おいし。それじゃあ、ちょっと戻っていきますか。ん？あっこは、え？出ていくんだ？あ、もしかしてこっちから？え、でもこんなところから渡れんね。ここか。は、いけません。え、いけないんですけど。行けん場所なんか。あ、こっちから行くんか。なるほど、なるほど。普通に行けってことやね。あ、ここが博物館。綺麗。やっぱみんな博物館の前に噴水置くよね。置きますよね。ピーナッツ島博物館前。綺麗だ。この博物館前のこういうタイルと、あの、それ以外のところに出たとき、と、どういう風に切り替えるかっていうのをちょっと考えようんやけどさ、なかなか。エイブルシスターズや。看板見るまで思い出せないという。お、こっち側には帽子も並んでいる。あ、こういう感じね。なるほど。こういう感じでコーディネートしたらいいですよ、みたいな。全身。あ、もしかしてこっちの帽子とも、
連動してる？それはしてないかな。いや、でも合いそうやん。わからんけど。多分。あ、ここは、ふうこちゃんが喜びそうなスペースじゃない？なんかちょっと。ね。星の見える丘。あ、ここで願い事とかしたら良さそう。え、でもあれかな？座った状態でお願い事ってできんのかな？ちょうどね、私昨日動画外でやけど、流星群が降ったんよ、流星群。あれってみんな一緒？なんかその来訪者とかが違うのはあれやけど、あと、何？季節イベントとかそういうのは一緒やと思うやけど、流星群も一緒かな？そう、流星群が流れて、まあ、あんまり多くは願い事できんかったけど、一応、願っておいた。あ、ここ広場のところか。ん？もう全部回った？かな？あ、この斜めの橋のところは一体何？もういたところかな？こっち側？なんか斜め下に行っとる。こっ、あ、でもここはあれか、ベーグルの家よね。あ、ってことはもう全部行ったかな。ふんふんふん。橋はどこ？あ、これか橋。もしかして斜めの。あ、これやこれ。ってことはもう行ったね、全部。波の音を聞きながらのブランコ。ブランコ焦げたらいいのにな。ね、キーキーって感じで。A ボタンとかで焦げたらいいのに。なんかなんやろ、夏の終わりって感じかな。季節どんな感じかちょっとよくわからんけど。でも多分、ほら、日暮らしとか泣きよるし。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱりあつ森は家の中よりも外を重視していろいろと配置していく人が多いんかな。まあ外いろいろできるってなったら、そうか。